はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ユーロトラックシミュレーター2やっていきたいと思います。一つ報告があります。前回のねライブで、言ったと思うんですけども、本来今頃は車中泊行ってるはずなんですが、これが中止になっちゃいました。これの報告を思い立ちまして、この動画を上げようと思いましたね。一緒に行く友人がね、一緒に行く友人のあの方で、身内でね、身内が緊急入院しちゃったということで、それで悪いねということで、ちょっと今回はっていうのが連絡があって、いやそっちの方が大事だからそっちを優先してくださいということで、今回中止の方にしてもらいました。中止の方にしてもらいましたって、私が言うのも あれだね中止にしちゃいました。なのでちょっと残念でしたけど、また、行く、またね近々行くとは思うんですけど、ただね行かなくて正解だったかもしれないね。友人バイクで行こうとしたんで、バイクで行ってこの寒さはダメだろって、3月入ってもまだまだ寒いです。寒いところから、先ほどこれこの収録2回目です。PC おかしくなっちゃいました。なのでユーロトラックがクラッシュしちゃってます。これでやっていきたいと思います。あとちょっとコーヒーいただいてます。あ、しまった。僕がめちゃくちゃ長かったんだ。またアップデートしちゃいましたね。なので、あ、すんなり来るか、これ。あ、すんなり来たね。仕事は中断中です、よく言うよと。落ちたんでしょっていうような感じなんですが、あ、とりあえずね、ルートはねこれになってます。進行状況を、同期中ですということで、配送再開行きましょう。もう出る、ちょうどね、もうここの画面で真っ暗になりました。この画面